1964年の阪急ブレーブスでは、1964年の阪急ブレーブスの動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、西本幸男監督の2年目のシーズンである。ヒンダにあえぐチームの救世主として、現役大リーガーのダリール・スペンサーがこの年入団。スペンサーとゴードン・ウィンディの加入で打線に厚みの増したチームは、開幕前から A クラス候補に挙げられ、 5月までは前年優勝の西哲也南海と首位争いを展開。西哲が失速した6月以降は南海とのマッチレースとなり、一度は南海に代わって首位を奪還するが9月以降経験豊富の南海に差を広げられ、球団創設以来の初優勝はならなかった。投手陣では米田哲也、梶本隆夫、石井茂夫、足立光弘がローテーションを守り、 この4人でチーム勝ち星の半分を稼ぐなど好調で、防御率は3.01と優勝の難解を上回った。打撃陣では3番ウィンディ、4番スペンサー、5番石井明のクリーンアップが打ちまくり、1967年の初優勝時の主力選手がチームの中心となった。141本塁打、543打点はリーグ2位だったが、 機動力不足も目立ち68盗塁はリーグ再開に終わった。シーズン終了後、1955年に入団し、チームの中心選手として活躍したロベルト・バルボーンが近鉄に移籍した。ありがとうございます。